ボタンは、ボタンかボタン族の落葉小低木。または、ボタン族の総称。別名は、吹き草、吹き罠、百花王、花王、花神、花中の王、百花の王、天皇国色、ナトリクサ、深み草、初角草、忘れ草、鎧草、棒王丹、棒、丹草など多数。以前は、近方外科に分類されていたが、おしべ、歌唱の形状の違いから、 クロンキスト体系では、尺薬と共に、ビワモドキメに編入され、独立のボタン化とされた。APG3 では雪の下目とされる。ボタンの栽培は、元禄時代から、坂になり、幕末期、高津西坂下の植木屋百花園、松井吉助のものは、吉助のボタンとして名所に数えられた原産地は、中国西北部。花を干渉するために栽培されている。 落葉の低木で幹は直立して枝分かれする。葉は1回3では上分裂し、小葉は卵形から筆心型をしており、葉先は2から3列するか全縁である。初夏に本年枝の上端に大型の花を1個つける。元は薬用として利用されていたが、生統期以降、ボタンの花が花の王として他のどの花よりも愛好されるようになった。例えば、 松窓雑録によれば、元宋の頃に初めてボタンがめでられるようになったものの、当時は希釈薬と呼ばれていたと記載される。また、隋の羊代や諸島の側転武功がボタンをめでたという古事がある。ただし各少林はこれらの古事を慎重に検討し、虚構であると結論づけている。信頼以降、1929年までは中国の国家であったとされることもあるが、 日吉政府が公的に制定した記録は見られない。1929年、当時の中華民国政府は国家を埋めと定めた。中華民国政府が台湾に去った後、公式の国家は定められていなかった。中華人民共和国政府は、近年、新しく国家を制定する協議を行い、ボタン、レン、キク、埋めランなどの候補が挙げられたが、決定に至らなかった。 日本へのトライは単弁花であったが、現在栽培されているものは十弁もあり、色や形は複雑である。尺薬とともにボタン族に分類され、英語ではどちらもピオニーと呼ばれるが、木本製のものは以下の種。樹高は原種で3メートル継ぎ木で作られる、園芸品種で1から1.5メートル。従来は種からの栽培しかできなくて、まさに、 高根の花であったが、戦後に釈薬を使用した継ぎ木が考案され、急速に普及した。鉢植えや大儀内で市場に出回る。足利フラワーパークの冬ボタン品種改良が盛んに行われ、園芸品種が非常に多い。花色も豊富で、花型も多彩である。なお、日本の正月に飾られる、葉ボタンは、油中で、葉の形がボタンの花に似ているが、別種で、 放置すればそのうちに油菜に似た花が咲く。また、夏に咲く草丈10センチメートルほどの松葉ボタンは、滑り火床の園芸品種で、これも別種である。ボタン内は芍薬を大木に継ぎ木した苗が作られ、販売もされて流通している。春に花付けの鉢植えが、秋に苗木が売られるので、それで育てる。日当たり、排水が良く、防難度を好むため、深く耕して、 対比を施し、高あぜにして植え付ける。夏の西日は避ける方が良い。花子は株の衰弱を防ぐために首の部分から切り落とし、お礼声を施す。植え付けや株をいじるのは9月下旬から10月下旬が適している。未生でも育てられるが発芽しないリスクもあり、開花まで時間もかかるので一般的ではない。秋の苗木は根を切っているので、 植えた翌春に咲いても、その後は株が弱り、次に咲くまで時間がかかる。あるいは枯れてしまう。そのため、根が伸びた後で幹を切り2年後に期待するという方法がある。花付けのものも花が終わると、秋には鉢増しをする。土は腐食をたくさん含んだ肥沃なものを使用する。なお夏には休眠するので、葉は取る。春に大木から、 芍薬の芽が伸びてくるが、これはすぐに摘み取る。放置すると、継ぎ木されたボタンの生育の妨げとなり、最悪の場合、ボタンが腰して、完全に芍薬の株に戻ってしまう。根の樹皮部分は、ボタン側と称される木薬で、日本薬局方にも収録されている。芍薬台に継ぎ木したボタン苗から栽培を始めて、薬用にするときは事根を発生させ、つぼみを見たら、 適除して育て、根を掘り取るまでに5年以上はかかる。9月下旬から10月上旬頃に根を掘り取って、水洗いし、竹べらなどで、皮部を割いて10センチメートルほどに切り、天日乾燥して調整される。薬効成分はペオノールで、消炎、下熱、死血、鎮痛、上血、月経痛、子宮内膜炎などに効用があると言われている。 漢方では主に婦人病薬に廃材されていて、大王ボタン側湯、六味地黄丸、八味丸など漢方薬の原料になる。民間療法では、産後の処病に、根皮追タ治療6グラムを、水 600cc で半量になるまで煎じて、3回に分けて服用する用法が知られている。中国文学では、正当以後、歯科に盛んに歌われるようになった。 ボタンに超多くの文人仏閣がボタンを愛し、描いてきた。他、着物をはじめ、陶磁器や漆器、家具などの文様に好んで描かれてきた。ひな人形の長度にも、ボタンをあしらった道具が並ぶことが多い。また、想像上の霊獣である、陶獅子と組み合わせた、ボタン陶磁師の衣装も好まれ、多く、工芸や入れ墨などの題材に使われた。ボタン,ン大割ボタンボタン,ンは、 日本の家門の一種。ボタンの花や葉を図案化したものである。日本の朝廷において、関白を務めたこの池が、車門として使用したのが、はじめと言われる。京都東本願寺へ、この池の子女が幾度か嫁したことを縁に、新州大屋派の宗門ともされている。行用ボタン、落ちボタン、大割りボタン、抱きボタン、向こうボタン、立ちボタン、鍋島ボタン。 始末ボタン等がある。平安貴族社会で決まっていた重ねの色目の取り合わせで、表が白、裏が勾配のものはボタンと呼ばれた。ありがとうございます。